おはようございます。マイスタイル始まりましたということで、本日は私五十嵐マリアがマイスタイル出させていただくことになりました。マイスタイルということでですね、自分のパチスロスタイルで実践して勝ちを目指していくという番組なんですが、過去2回私出させてもらっていて、まあ、2回ともマイナスです。負けております。まあ、自分のスタイルということなので負けは妥当なのかなっていうところなんですけど、今日が3回目ということで3度目の正直で、リベンジして、今日は勝ちたいなっていうところなんですが、最近もうすごくパチスロの調子が悪くてずっとずっと連敗してきてるんですね。なのでちょっと今日も自信がないです。でなんかちょっとも考え方も変わってきてて、まあ、一応朝から実践するので何を座ったら勝てるかなとか、どこに行ったら設定が入ってるかなとかを考えて朝は絶対入場するんですけど、私でもなんかもう最近はどの台だったら負けてもいいかなっていう風になんかちょっと考え方が変わってきてまして、今日もし取れたら今日はこの台やったらお金を注げてもいいっていう台が今1台あるんですけど、その台に挑戦したいなという風に思っております。でもまあ勝ちはね目指して、せっかくだから好きな台で、負けてもいいけどやっぱ勝ちたいちょっと矛盾してますけれども、まあ、今日は1台好きな台を狙っているので、もしそれが取れたらその台にお金をぶっ込んでいきたいと思います。それが自分のスタイルだと思いますので、それを貫いて今日も実践していきたいと思いますので、お付き合いよろしくお願いします。それでは行ってまいります。マイスタイルとは、もう本当に打ちたいのを打ち散らかすっていうスタイルかなっていうのと、あとは基本的に本当に地蔵スタイルですね。動かない、なんかやっぱ自分が育てた台が次の人にこう奪われる、これ言い方悪いけど自分が育てた台を次の人にねこう立派にまた育て上げられ、いい意味でね育て上げられるってなるのを想像するとそれはできないと思うので、もう負けてもいいから1台を基本的には突破したいっていうタイプですね。私はそれでいい結果が出ることもあるけど、まあ大体負けてます。それで負けてるんですけど、でもいいんです、いいんです。もし自分の打ってた台を他の人が出されてるのを見るよりかは自分がもう痛手を負った方がいいから、まあ今日もそういう風な立ち回りになるかと思うんですけど、一人の実践なので今日はいつもは共演者の方がいるからこう見せ場的なものは共演者様頼みになってしまうところがあるんですけど、今日は一人なのでこう見せ場がなかったら本当最悪の地獄絵図になっちゃうので、その辺は今日はちょっと考えつつ、でも1台でなるべく粘りたいなと思っております。頑張ります。お願いしますおはようございます。あった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 、角にしよう。2日前すごくいい感じに出てますけども、狙い台でした。はい、正宗スリーを打ちたいと思います。頑張ります。はい、ということで、正宗スリーですね。結構いろんな演者さんが打たれてるのでちょっと見飽きたよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、今一番お金を捧げてもいいと思っているあの機種なのでこちらを選択いたしました。ということで早速実践していきたいと思います。ちょっと音量を、音量調整の音量は、音量を変更したよ。さあ今日はどんな結果になるのか少し不安でございますが行ってまいります。兵士の士気を高めよう。普通のコメント、
いやもう最近本当に結構打ってるんですけどね、かなりの画風を貢いでいると思います、この機種に。なんですけど負けるなら正宗3で負けるのが今は一番いいと自分でも思ってるので、かなり弱気ではございますが心中します、こちらで。もうめっちゃ負ける気やんって感じなんですけど、やっぱ調子が悪いとね弱気になっちゃうんですよね本当に。でまずまあもう皆さんご存知だとは思うんですが、まず目指すのが真田丸向上線という突破型のボーナスですね。で、真田丸向上線にはこのさっき推し順のあこのナビ出陣ナビこれをちゃんと言う通り押してですね、ここにカウンターが溜まっていくんですけど、このカウンターでカウンターの規定回数で行く出陣が成功すると真田丸向上線に向かいます。あとはレア役からのチャンスゾーン不動の極意成功時に真田丸向上線に、この2つがだいたいメインのルートで、その真田丸向上線2回突破すると最終目標である AT 雪村決戦に当たります。目指すところはそこでございます。一刻も早くそこへたどり着きたいんですが、今日はどんな感じに進んでいくのか本当に未知の世界です。で最近、スロット打つと何の機種を打っても大体天井に行くんですよね本当に。収録も普通の来店実践もプライベートも大体天井からのあたり、1日1、2回は天井に向かっております。どこかでこう流れが変わる実践があるはずなので、それが今日だったらいいなという淡い願望を抱いております。でなんか6号機、まあ 6.1 号機ですけど、ここまで繰り返し打つ台が今まであんまり見つからなかったんですけど、なんかやっと出会えたっていう、すごい繰り返しなんか乾燥したら一区切りみたいな感じになってたんですけど、どの台も乾燥したらまあしばらく打たなくなったりとかするんですけど、ムサバネ3に関してはたくさんお金も使っていながら一番乾燥した回数も多いので繰り返し打ってもなんか飽きない、それがすごくなんかそういう台に巡り合えて私は良かったなって良かったなと思います。本当にチャンス目、25% でチャンスゾーンに入ります。すんなりとチャンスゾーンに行ってくれたら嬉しいな。4分の1取っていこう。弱い。さあ、ナビが9個ですね。今のエフェクトは中エフェクトなんですけど、あれがなんか1、5、9、15で絶対中が来るんですけど、そこのゾーン以外で中エフェクト以上かな出たら本店長猛攻かなと思います。
1で行ったからチャンスモードか、チャンスモードで、しかも砲軍なので態度は 50% 以上。マタベは、あーちょっと待って、マタベ来るやつじゃないこれ、あーあーやっぱり、あーなんか厳しい、手調べじゃ早い、楽しいの、あーダメだ、お願い、ボタンも出ない、あ嘘、あで行ったのかと思うじゃん、あ当たってたやった、めっちゃ嬉しい、早かった、187ゲームです、投資5000円、ここからですね、ここからが勝負だ、朝一は早かった、デフォルトのセリフですね、はい、さあ早めにとりあえず真田丸工場戦連打していこうかな、超えてくれたら嬉しいです、お超えました、ここも超えてくれたら、あー 60%、 まあまあでもいいでしょういいでしょう、いけます、 60%、 あーしょっぱな、ここ決めたいの、もう真田から標準戦に当たることでちょっと心が躍るぐらいのあれなんですよ、もうそれぐらい日々当たってないということなので、さあまたベー来てまった、大丈夫、飲みてえが、お酒飲んでくださいよ、酔っ払いに付き合うてる暇はない、爪が甘いぜ、楽しませてか、よしよしよし、とりあえず後期、お赤い、一回赤で外れたことあります不安です、大丈夫でしょう、よしよし、あと一戦、マジお願い、これはお願いします、でもさゴチリとか実際ね、ゴチリだと細かくて2つ目だと12.5か、おっとちょっと待って、あー気持ちいいっていうパターンはない、ジャックチリー、あー行ってしまった、行けます、まあマタベはないからね、むしろマタベだったら、あーちょっとねこのパターン嫌だな、刀と術どちらが強いか試そうではないか、忍術を甘く見ていると、お願い本当にできるよ、やれます、やれます、サラダの春へは倒産、チャンスアップ必須、我が忍術特技、お あるよあるよ、これこれ仮面仮面、あー真ん中真ん中大丈夫か、またのこれこれこれちょっとちょっとちょっと、いや嘘でしょ、あーないやんこれ、あーやってもらった、なんでねえちょっと本当になんでさ、なんでチャンスアップ出たん、一応 B 以上、期待だけさせられてもう悲しいよ、絶対いけたと思ったんだけど、まあ実戦的には半日なので
もしかしたら決戦に入らずに1日が終わってしまうかも、その可能性もなくはないよ。本当に怖いですけど、ない話ではないので、本当にそうならないようにはしたいと思いますけど、不安なんです、本当に。最近ついてなさすぎるからな。賛否定ですね。そして賛スルーです。もう厳しい厳しい。それは時を移さずに行うのだ。賛スルー頑張ろう、爆裂にハマってるわけじゃないから。そうそうそう、初当たりがね、188ゲーム、256ゲーム、277ゲームと結構軽く当たってくれてるんですが、一つもものにできてなくて、だいぶ雲行きが怪しいです。本当に今日1日 AT 入るかどうか、そこがちょっと問題になってくる感じですね。まあそれに気づいた時にはどの台に移動してても多分遅いんですけど、だから入るにも入らないにしても私は、これ一本で今日は行こうかなと思っております。ちょっと編集の方にはすごく迷惑をかけるかもしれないんですが、なんとかこれで頑張りたいんで、すごいお金を使うかもしれないんですけど、まあ今日はもし入らなかったら最後もすごい勢いで謝りますんで、ちょっとこらえてやってください。よろしくお願いします。この番組でも触れてるんですけど、私5月で活動4周年を迎えまして、5年目に突入いたしました。わーい自分で言います。そうで4年かと思った。本当に長いようですごくあっという間だったんですけど、私は短大卒業してから一応就職はしたんですけど、出陣か、出陣に行けますね。ここでレア役を引きました。仕事がね続いたことがなくて、あんまり3年くらいかな続いて、めちゃめちゃ短いじゃないですか。で初めて働いたところなんて本当にねいろいろあって半年くらいで辞めてしまい、それからというものをすごくアルバイトを3つぐらい掛け持ちしたりとか、無双だよ無双。あれアリリ、これあれ不動当たってました。122ゲーム、これもしかしたら分かんない違うかもしれないけど、カウンターの5の天井が選べれてたのかもかもしれない、分かんない。とりあえず当たりました。122ゲーム、早い。19本、めっちゃ話の途中だった。いっかお願い、もうダブル揃い。お、まさにこれね、何だったっけな、
レベル3、真田丸向上線突入、レベル4、3以上かな、70パー以上。ちょっと連打で連打させてください。多分ここは上がって、ここも上がると思うんですよね。これもう上がれ上がれ上がれ、あ、上がった、あ、ここも上がってほしい、あ、80%。 逆に怖い、逆に怖い、え、いけるでしょ。もうなんかね、もうこういうの本当嫌な予感嫌な予感と経験がよぎるんですね。なんか一発で落としたりとか、そういう経験がさあよぎっちゃうわけですよ。あ、もう決まってるからね。はい、いけます。おし、あーあ、場内行けました、ありがとう。これは確定ですね。よし、ありがとう。いけるよね、いけるよね、お願い、いけます、いけます。はい、あ、今これはいったでしょう。楽しくなってきたぜ。最後、大丈夫大丈夫、くの一にも俺の相手だと困る、ここにできんのも今のうちや。雪村様の覚悟深夜正宗、よし、チャンスアップも入りました。真ん中だけど大丈夫だよね。よし、チャンス、よし、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、本当にもらったもらった、4回目でやっと決戦入れました。もうなんか嬉しすぎて気持ちが大渋滞、ありがとうございます。私19本取り返そう、いける、よし、よくぞここまで、やった、褒めてもらえた、よくぞここまでと大好き真田幸村さん、はい、やりました。このために回してきたからね。はい、ここからです。たまらんよ、つけ玉をまず獲得してですね、この青の子役だからリプレイの 50% で青7を獲得できると戦況報告なんですけど、まあ、ストックを持ってるのでストックを消化してしまいました。それまでにリプレイ引きたかった引きたかったんですけど、おお、チャンスでを引きましたが、あ、ごめんなさい、すみません、ごめんなさい。あ、さっきのチャンス目で勝ち戦に当選しておりますね。さあ、助玉、あ、三日月目、切って切って切りまくれ、行きます。まあ勝つは決まってるんですけど、三日月目を引いたらこのストックは使われないまま三日月目を引いて 33% 当選すれば、このストックは使われないまま次に回してもらえるので、ここはね引きたいんですけどね。三日月目は16分の1、なかなか引けない、なかなか引けない。あ、狙うのじゃ、これは使ってしまった感じだよね多分。
も使ってない。お嫁とは私のことじゃ。シンプルに青七揃いを引けたということですかね。どうか右行きたい。さあ行こう。多分1個なんで、うわーこれ一番きついパターンだ。おのが本能のままに行きます。青七揃いやったら助かる。僕に全て任せてくれ。俺に動きは全部に揃ってください。楽しみたいよ。なんかレア役でもいい。あーやばい、ラストは早いよ、早すぎるよ。ここでレア役引けば確定です。引けない。うわーやってまったな、これはちょっと。とりあえず当てるしかないね。当てるしかないんだけど、まあ、こんなん見ても分かんないからな。こう1,2,3にします。あーやってしまった。324枚、悲しい。まあとりあえず当たったからね、まあいいでしょういいでしょういいでしょう。次また頑張れよ。もう一回出よう。台からのやる気をすごく感じるよ、本当に。逆押しでした。357枚。なんでこうなるんだ？なんでうまくできないんだ？初めから緑ですね。初めから緑、チャンスモード以上。でもね、なんか悪くなさそうなんだよな、台が。台自体は。だから全然打てる、打てるし、一応2回入ったっていうのもあるので、全然あの結果残せてないんですけど、メダルがね、メダルが伸びてなくていいとこ見せれてないんですけれども、ちょっと打ち続けますね。天井を目指している時間はもうありません。今日珍しく天井行ってないけれども、急にとこはまりしたりするからね、ちょっと油断できないんですよね。4、これ当たると思う。4であんなエフェクトなったことない。本前兆中はこの出陣ナビ、東軍出陣ナビとかレア役で、その突破率アップ、突破率レベルのアップ抽選を行ってます。お、大チャンスですね。当たる当たる。改造が来てくれました。赤文字、はい。邪魔はさくしか。お待たせ。早めに来たぞ。ちょうどいいもんやな。はい、ございました。298ゲームです。持ちメダルでなんとかここで入れるんだ。いけます。はい、
登場こそが戦よ。普通のセリフでございます。やるぞやるぞ、もう何回目の当たりかもわからない。あー一撃でいこうか。よいしょ、はい 60%、 微妙です。はい、いきます。さあ行きましょう、一戦目。はい、ジャグジェリー。この仮面をつけるとどうなるか。仮面ごと気を捨てるまでよ。先制しろ。惜しい。真田丸へは倒産。はい。我が忍術特攻。ああ、ソーストップは入れません。はい。待って、左はダメですよ。あー来た。いやいや、まだわからん。これでチャンス。おー、チャンス来た、チャンス来た。押せ。セーフ。危ない。今やられたかなと思いました。よっしゃ、いけただろう、いけただろう。 60% よ。あー、なんかチャンス欲しかった。マタベで止まらなかったらこっちのもんですよね。マタベをシュッて抜けた瞬間よっしゃですから、いけます。お願い。止まるよな、止まるよな。うんうんうん、ですよね。ここを通すわけにはいかん。歴戦の武将に。ああ、ねえ、めっちゃ弱気なんですけどこの人。爪が甘いぜ。なんかもう負けてますみたいなセリフじゃない？ちゃんと死ませてくれ。ああ、なんか本当にまずいなこれ。ねえ、もうやだってば。真ん中。ああ、やばい、終わったこれ。終わったこれ。やめて。あーあーい。なんでなんでそういうことするの。3、4を否定してます。チーン。あ、出陣の時は近い。いや、もう回すよ。もう一喜一憂してしまいますけれども、3、4を否定してます。一応構成停止も1回出てます。なんかね、当たり的にもね、あんまり停止ってじゃないかなっていう風に思うのですが。となると相当やれてない人ですけど。もう、なんで?ね、さすがに天井とかまではいけないけど、ちょっと最後まで行きますね。くどくど。行きます、私。ちょっと本当に、この見せ場のない実戦を、誰が見てくれるんだろうという。不安しかない。不安というか本当にお蔵入りレベルの見せ場のなさだけど、大丈夫かな。すいません、6枚目をもう絶対にどうあがいても帰っては来ないであろうお金を今入れました。なんでなんて凝ったですよ本当に。あ、トーチェリーです。
取ってるかな。強チェリーですね。強チェリーからのチャンスゾーンと思われます。まあ、ちょっとでも早く当たってくれたらという感じです。ラスト 30%。 あ、酒飲んでるよ。あ、当たるんじゃないですか。飲み比べでしょ。来たか、ラストチャンス、ラストチャンス来たか。お願い。634ゲームです。投資が56本です。ラストチャンスですね。はい、本当に最後です。これがさあ、何パーセントか。一撃でいけます。最後は一撃で微妙です。いきます。もう本当に最後だぞこれ。おー、いけたけど。よし、とりあえず、とりあえずとりあえず、嫌い1戦目は OK。 やりました。うん、次だ、次だぞ。大丈夫、まだサイゾーンも残ってる。あー、マジでお願いします。ここお願い、最後の最後なんです。もう今まで本当に見せ場がなくて何にもない動画なんです。すいませんが、お願いします。本当に中身のない動画なんです、これ。ごめんなさい、なんとかチャンスくれませんかね。いけます。あ、あなたじゃないんですよ。お呼びでないんですよ。はい、いけます。この仮面をつけるとどうなるか知りたい。仮面ごと切り捨てろ。真田丸へは倒産。後期ください、後期。とくとご覧あれ。やばいやばい。お願い、左はダメ。あー、やばい、来た。わからんくないよな、もう。あ、ちょっと待って。設定3以上なので、設定5、6が確定しました。ギブアップです。ギブアップ。この感じで終わるのすごい悲しいし、で設定3、4を否定してますので、3以上が出て5、6確定なんですけど、56本使ってます。下手な私が打つとこうなるんですねっていうことだけは伝わった動画かなと思います。本当に最後まで何にもできなくて、かっこ悪いところをお見せいたしました。すいませんが、エンディングまでお付き合いいただけるとありがたいです。ありがとうございました。はい、ということでマイスタイルが終了しました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ということで、初めの予定通り政宗3を実践しまして、
打ち切りましたということで、今日はね、結構お金を貢ごうと思ってるみたいなことを言ったんですけれども、まさか本当にそういう展開になるとは思ってませんでした。マサミネ3で多分最高負け額を今日ちょっと叩き出してしまいまして、しかも極めつけは最後にあの台が、設定5、6は確定するっていう落ち着きで終わってしまいましたということで、かなり今日お金を捧げてしまったんですけれども、そんな私の今日の結果を言いたいと思います。投資が2800枚の回数136枚、マイナス2664枚で終了しました。お疲れ様でした。ということで、はい、いやーもうね、マイスタイル3連敗でございます。もう自分のスタイル変えた方がいいんじゃないかっていうぐらい本当にもう負けが続いて、今日なんて大負けも大負けのいいとこで、本当に最近の調子の悪さがちょっと前面に出ちゃったかなと思いますが、自分のスタイルはまあ貫けたかなと思います。ちょっと見せ場がね非常になかったので、今日どんな動画になってるかすごい不安なんですけれども、エンディングまで見てくれてるってことは最後までチェックしてくれたのかなと思いますので、本当に時間を無駄にして申し訳ございませんということで、またマイスタイル呼んでもらえるのかな、わかんないですけど、こんな結果ばっか残したらもう呼んでもらえないかもしれませんが、またありましたら自分らしく頑張ってプラスに持っていけるように頑張りますので、ぜひとも次回もありましたらよろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。今日のマイスタイルは五十嵐マリアでした。ありがとうございます。またね、さようなら。家で泣きます。家まで撮っておきますお疲れ様です。